皆さんこんにちは。 TCB 特別指導医の安本匠です。今回は皆様からいただいたご質問に回答していきたいと思います。では先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。患者様からいただいた質問です。2人の内骨保守術を検討しています。友達が大手美容外科で5年保証の内骨を受けて1年で取れてしまったので、再手術をしようと施術を受けた先生の診察を受けに行きました。ちょっと薄くなっただけなので保証の対象外と言われてしまい、結局無料で再手術を受けることができませんでした。保証があるのに再手術を受けれないのであれば保証の意味がないと思います。他にも左右差があるのに再手術してもらえなかったというような口コミを見たことがあります。 TCB では二重埋没法の保証はどうなっていますか、という質問です。ありがとうございます。どういたしまして保証がついたプランで手術して取れましたとか、薄くなりましたとか、左右差ありますとか、患者さんがね、またクリニックに予約して行って手術してもらえなかったって話はよくあることですね。場合によっては再手術を受けに行ったら、あなたは眼瞼下垂だから眼瞼下垂の手術しなきゃできませんよ、あなたは切開法が必要なんですよとかね、言われちゃうわけでね。保証がついて意味ないじゃん、それだとね。だったら最初からそう言ってよって話じゃん。保証がついてるのに保証が使えないっていうのはちょっと我々からすると考えられないことなんですよ。でも業界ではよくある話ですね。ホームページにはいいこと書いてあるんですよ。こういう場合保証しますよとかね、何年以内はこう無料でやりますとか書いてあるんだけど、いざ行ってみるといろんな難癖をつけられて再手術をねしてもらえないっていうのはよくある話ですね。うちの保証が他の院と何、他の隊員さんと何が違うかっていうのは、まず保証の通りちゃんと手術はします。ホームページに記載がある通り、そうです。手術をお断りすることはまずないですね。ただダウンタイム中、まだ仕上がってないのに修正したいです、それはダメですよ。腫れもない状態でこれは客観的に取れてしまったという場合も必ず手術はします。ただもちろん左右差がありますとか、でも客観的に見て左右差がこちらとして認識できない場合はそれはできないんだけど、明らかに左右差があるとかそういうのは直します。ホームページに記載がある通り、うちでは糸が取れました、ラインが薄くなりました、そういう場合に無料で修正します。手術をね、受けた病院として当たり前だと思うんだよね。保証がついてればね。結構ね、少しでも手術したことによってラインが残ってれば再手術はしませんって結構あるんだよ。少なくともうちの TCB 式ワンデイクリックアイの保証では、取れた場合はもちろん、ラインが薄くなった場合でも対応します。あとはですね、希望の幅と異なる。左右差があると。それって、まず患者さんの注文通りにできてないってことじゃない。そういう場合もちろん直しますよ。腫れが引いてもちょっとやっぱ左右差がいるとか、希望とちょっと違うんです。末広型を希望したのに平行型になっちゃいました。それはもちろん対応します。それは手術した外科医として当たり前になっちゃう。あとはうちの特徴として、希望するデザインの変更、これを保証でやってるんですよ。これやってる手術多分ないと思うんだけど、例えば最初末広型で希望したんだけど、まあ、仕上がってみたらやっぱり平行型が良かったです、そういう場合も保証期間内は無料で修正いたします。それすごいですよね。やってみたら違かったって多分結構あると思うんですよ。何年経ったとしても保証期間内であれば対応するんですよ。10年後にやっぱり希望する方と違ったのでやり直してくださいっていうのは可能なんですね。保証期間内であれば患者様の希望によって修正ができちゃうんですね。保証もう一つの特徴として、片目につき2回まで保証を使えるんですね。これも多分業界ではうちだけじゃないかなと思うんだけど、でも1回片目取れちゃいました、またやります。もう1回取れちゃいました、またやります。で2回までできるんですね。両目片方ずつ取れてしまったら合計4回まで保証ができるんですよ。初回の手術を入れるとトータル5回受けられる料金なんです。そこまで含めての料金なんで、まあ、もちろん、まあ、30万40万っていうね高いメニューもあるんだけど、それ保証があって、まあ、5回手術受けられると考えると1回あたりの手術でそこまで高くないかなと思います。あとはですね、合併症ですね。リスクとして糸にばい菌がついちゃいました、糸が皮膚から出てきましたとか、そういうリスクってゼロとは言えないじゃない、まあ、めったにやることではないんだけど、そういう場合はもちろん無料で対応します。保証期間があるなしに関わらず、一生涯にわたってそういう手術に伴うトラブルに関しては当院が責任を持って対応します。それと当たり前で、まあ、やったことに対してうちは責任を持ちますので、どうぞご安心ください。あと例えばね、手術したけど手術して二重になった自分が受け入れられなくて戻したいって場合あるじゃない、それ抜歯が必要なんですよ。で1年以内であれば当院はそういう抜歯にも保証で対応いたします。ただ腫れてる間はできないですよ。腫れてる自分が耐えられないからっていうのは、腫れが引けばもしかしたら受け入れられるかもしれないじゃない。なので基本的にやっぱり抜歯に関してもダウンタイムが終わってからの対応になります。デザインの変更もさっき保証内っていう話があったかと思うんですけれど、その時の抜歯の料金っていうのはそれはまた別ですか？そ
そうですね、あのデザイン変更に伴う抜歯だけは有料なんですよ。なので患者様が自分の都合でデザインを狭くしたいって場合は抜歯が必要なんだけど、その場合の抜歯は有料になってます。逆に抜歯が必要ない変更、幅を広くしたいですという場合は抜歯が不要なので抜歯代かかんないですね。そもそも実はね、この保証制度を作ったの僕なんですよ。あ、先生なんですか。僕がこの保証制度に関わってるんです。まあ、あのマイナーチェンジしてるから全部が僕が関わってるわけじゃないんですけど、まあ、これの原案みたいなのを考えたのは、まあ、僕も関わってる。先生の優しさがにじみ出てますね。そうでしょ僕の福祉系の優しさが反映されちゃうんだよね。2回だって無料でやる施設なんてないからね。本当にデザイン変えたいですとかそんな最初から言ってよって話になって、普通はやってくれないですよね。あとは例えば左右差ありますって言って左右差を変更してくれないし、左右差があって取れちゃった場合に直す場合は左右差があったデザインに直しますとか、わけわかんないところなんだよね。あくまでも最初の状態、最初の手術した後の状態に戻しますみたいな、そういう意味がないですよね。あとなんだかんだでこう言いくるめてなるべく再手術しないように話を持っていくとかね。いや、あなたはそのままで可愛いですよみたいな。くどきに言ってます。そう、くどきに言ってますよ。今の君が可愛いよって言って、なんかいろいろすごくあれですね、融通が利くというか優しいですね。そうだよ、多分いろんなクリニックの保証を見てどこよりも一番充実した保証に一番なってます。なんで安心してあの施術を受けてもらっていいかなと思いますね。埋没法ってこう永遠に持つものではないっていう認識じゃないですか。この保証期間まできちんと見て受けるっていうのが、長く見た時にそっちの方がすごくよく受けられそうですよね。そうですね、まあ、僕がよく話すのは10年に1回埋没法を受けましょう。永久保証ってついてるけど別に永久に持つってことを言ってるわけじゃないんですよ。でうちの保証期間は長いものがあるので、やっぱりだんだん取れてくる場合が多いので、こう例えば狭くなってきましたとか皮膚がかぶってきますとかね、だんだんやっぱり元の状態じゃなくなってくる場合が多いんですよ。なので10年に1回埋没法でメンテナンスをして、まあ、20代で受けてもそうするとまあ40代ぐらいまでは埋没法で粘れるわけだ。で逆に40代50代になってくるとまぶたがこう下がってくるんですよね。皮膚が伸びてきたりとか、人間の年を取っていくっていう加齢現象を止めることはできないので、年取っていくとやっぱどうしてもこう皮膚が余ってくるんですね。そうすると逆に埋没法をしても自然でない負債になる可能性があるんですよ。そうなってくるとやっぱり切開でたるみを取ったりとか、眉蓋切開をしてこうまぶたを引き上げたりとか、そういう方が自然になってくる場合が多いんですね。なので若いうちは埋没で粘って、切開しなければいけなくなったら切開するっていうのはセオリーじゃないかなと思ってます。うちのまあ考え方としてはやっぱりその切開っていうのは結構リスクがあるので、手術してね気に入らなかったからといって簡単に修正したりとかはできませんし、元に戻すってことはできないんですよ。なんで基本的にはやっぱり埋没法を最初に受けてもらいたいね。しかも埋没で仮に取れたとしても埋没で粘ってからそれでも取れちゃうっていう方に対して切開はお勧めします。まあ、うちの考え方っていうか美容整形ってそうあるべきだと思うんですよね。まあ、美容整形に限らず医療ってやっぱりリスクが少なくて、美容整形では取り返しがつく手術、元に戻したりとか修正ができるっていうのをまず最初に受けてみて、それでもダメだった場合にリスクを取って切開する手術を受けるべきだと私は思うんですよ。まあ、TCB の考え方はもうそうだし、皮膚切開進んでしまう先生とかもいるんだけど、それはあんまり良くないかなと思っていて、やっぱりまず最初埋没を受けて保証を使ってやるっていうのがまあ前提かなっていう思いますね。二重手術はね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回は皆様からいただいた質問に回答していきました。参考になったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますのでよろしくお願いします。当院のご予約を取りたいという方は概要欄のリンクからぜひご予約ください。 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますのでぜひご覧ください。バイバイ。